地域活性化コーディネーター松井さんをご紹介します松井さんは新潟に住まわれておりますが虹の村というプロジェクトを全国の若い仲間と情報ネットワークをされてます離島とか漁村とか山村とか加速化が進み空き家もたくさんありますでもそこに仕事を作り出す例えばネットの環境が良ければ えー、ランニングページを作るとか、えー、通販サイトを作るとかっていう仕事が都会で、えー、なくてもできる時代が来てますそんな地域活性化のコーディネーターとして私たちは松井さんをそのリーダーとしてこれからも仲間集めをしていきたいと考えております。